はい、今回は主刀、手を刀にすると感じられます。主刀の、説明をしていきたいと思います。はい、聖剣好きは空手家の場合はこの2本ここを当てますね。この2本ですね。で、後からやりますけど、裏剣はこっち、鉄槌はこっち、まあ全部やりますけど、手刀の場合は手を広げた時にまず親指を曲げます。しっかり。そして力を入れた時にここが厚みが力が入ります。で、ここ関節痛めるところではなく一番力が入るところ、ここですね。ここを当てる。イメージ的にはこのね、手刀を漢字で書く通り刀のように意識をして、それをね、よく映画とかでも瓶割ったりしますけど、ここを刈るような感じの当て方をしますけど、手刀を当てる場所ですね、まずね、ここを当ててもここを当ててもダメですね。一番肉が溜まって方向に力が入る。なんて説明すればいいですか。ここに当たってもここに当たってもダメですね。この横の面が太いところに当たる、こうですね。当てるところですね、まず。そして、振り方ですが、イメージ的に唯一、脇が開いて締める力も使うんですけど、まずイメージ的に僕たちが道場で教えている方法は一番簡単として、指2本、人差し指、中指2本を耳たぶの後ろぐらいまで上げます。しっかり耳たぶの後ろに来るようにですね、まあ来なくてもいいんですけど、これぐらい上げるっていうイメージをして、この手のひらを返す、この力もしっかり使います。ここまで上げておいて、この手のひらが返す、ね、当てたいところに手のひらをまっすぐ落とす。こんだけでも力入るんですけど、しかししっかり効かすために、脇を締めるこの力も入るために、刈るために下に折る、ね、円の力も振り下ろす力も脇を締める力も全部を使って、ここに一直線に刀で切るように当てたい場所に斜めから落とす。基本的に練習方法として自分の首、頸動脈の高さで練習をします。全部ですね。はい、ちょっと来て。実際は肩すべて首でやります。手刀も後からやります。逆手刀も。しかしもちろん相手が大きい低いね、襲われた場合どうのこうのって角度が違いますけど、狙う打ちとしてはやっぱり肩は全部首の急所、もしくはこめかみを打つ、ね、首を打つ、こめかみを打つ、まあ肩の全部の練習として基本の姿勢として強く入れるので、首全部首の高さになります。はい、それ。はい、例えばこのように座って立ち上がるときに何かをね押さえて、よいしょって立つときのこの体重もありますね。その時と一緒のイメージで、当てる場所が手のひらの奥、手刀で言えばここ、こんだけでも十分立てます。よいしょ、ここ、今乗ってるとき痛くも怖くもないです。自分の体重きれいに乗ります。体重がそのイメージが、当てるとき手刀でもしっかり必要ですね。ここ立つときよいしょ、このよいしょ、ここにしてみるだけでも日頃から何もよいしょ、よいしょ、うん、本当はね、例えば食事中お足持ってる、鉛筆勉強中持ってるものだっても意外にね、こうやってやったりするんです。そういう時の力っていうのがその人一番簡単。基本的に円の動き、円の動きですね、振り回す円の動き、いつも初期でやりました、まっすぐ突くっていうのも、まっすぐの力を繰り出す力もありましたが、そこ突きもそうですよね。今は手刀なので、円の突きで、実践的に説明をする前に、まずは構えた時に、上げる時にですね、耳たぶの後ろから肘を締める、脇を締める、肘を下ろす、脇を締めるように狙ったところに手が返るようにしっかり落とす。自分の首の高さですね。これは反対も一緒。耳たぶからしっかり締める、ここまで。
ってきて。で、一般的に意識してほしいのが、首都はあくまでも遠の向きですから、近い距離の場合で練習することが多いです。設定されてますね。なので、この、ね、腕が、脇が締まる、肘が曲がる、この遠の向きができる範囲って決まっています。よく伸ばしてチョップのようにやる人がいますね。これは相当きついですよ、負担が。相当。だったら手を返して、はいと、この方が力が入ります。ラリアットみたいでもいいですし。手刀というのは、短い距離で間に合わなくて倒す場合の技ですので、基本的に曲がってます。肩も全てそうですね。で、単純に分かりやすく言うと、って力入らない、こんなやつなんて、こんだけ離れているんだったら、なんだ、水筒でじゃないかってよく怒られました、先生、先輩方に。わかりやすく言いますと、例えば、後ろから来た時に間に合わなかったら逆手刀、さらに倒す。ね。捕まってる場合とか、なんだ、例えば、フェスラーでもそうですね、こうやって、捕まったあの人でもそうですけど、もう、人間脇が、あって、持ち上げられても困りますけど、開くと力入らないんですね。こういう時もそうですし、こっちから捕まってもそうですし、腕組まれてもそうですし、何でもいいですね。この間合いの近いところの距離で力を離せると脇が開いても持てるのが主張ですね。これは間違いなくなりますし、こういう時は組みなくこんな感じですね。だから、覚え点としては、伸ばす距離まで離れていくんだったら、ついた方が早いので、そこを突くと同じように、フックと同じように、この距離で突く。これを忘れないかと。曲げた距離ですね。そこだけを意識して、ここから突く。この距離ですね。振り。あとは、体の遠心力をしっかり使う。遠心力ね。はい、上げてから。腰が回りますので、この体、腰が回ることで遠心力、野球でバットと一緒ですね、この遠心力が最後に締めることによって、当たる位置と締めるときに一致すると、バットが回りますと思いますね。この意識、強く10回やってみよう。はい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 。やべえ。はい、一緒。これも一緒で、一番簡単な初級として、彼はまあ、筋肉また若いから力いっぱいできますけど、まず突くとき、パワーでバンバン突くんじゃなくて、当たる瞬間、相手の骨を折る瞬間、効かす瞬間、と、引く瞬間、体が締まる瞬間ですね。引く瞬間、引く瞬間。が同時って突きの時に言いました。このインパクトだけで十分なんですね、力が今。これ、手刀も一緒。振り回す力は必要ですけど、当たる瞬間と引く瞬間がちょっと合うだけ。合うだけ。ここで、この引けば回りますよね。あと当たる。これが合う。そうすると無駄な力を使わなくて、若くなくて筋肉もじゃなくてもできます。これが手刀ですね。まずおさらいしますと、斜めに切る。肩まで切ると一緒。突きでは、正中線、急所、溝、鼻溝。これで計算していきます。上段、中段、溝を中心に、上段、鼻を中心に。手刀、逆手刀、手刀は、手刀って今手刀ですね。手刀の時は、斜めに、その中心と逆、バッテン、斜めになります。なので、この手は回復に、
オーバーで言えば斜めに切る、切るつもりで、斜めに切る、切る、斜めですね。斜めに切るつもりで、首こっちですから、首に押してる。ね、本当だったら切り捨ててる。こっちも、こっちも同じ。斜めに切る、斜めに切る、斜めに切り捨てる。斜めに切る姿勢で心を落とす。ね、ここも斜め。はい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 、横向いて。それで、実践的に本当の肩というのは何か起こす。これは重力でもそうですよね。で、今、肩だったり、胸筋系もそうですけど、綺麗、強く、速く、まあ、否定するわけじゃないんですけど、前に出す。前に出す人が多い。これは筋肉がある、力がある、キレがある、スピードがある、鍛錬してると効く。しかし一般的には女性が使う。力がなくてもできるのっていうのは上から引力を使ったことです。人間は手に上げて力抜いていいよって言ったら落ちますよね。上げて力抜いて落ちますよね。上もそうですよ。力抜いてたらパッて落ちますよね。この力っていうのは無理しなくても、勝手に投げて下ろす力が反応しますから、肘を中心に。あとは振りますので、これも勝手に落ちたと。力を抜いたら勝手に落ちると一緒で、これに円の動き、帯みたいなの分かりますね。腰と一緒で。振ります。これ力を当てる。最後10回、肘をね、おさらいしますね。斜めから起こす。基本的に落とす。切るつまで落とす。ほんまの方は首。はい、10回いってみよう。はい、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 で、子供の中学生、筋力ぐらいで練習するときは、蹴りと一緒なんですね。手を返してもいいし、当たってもいいし、当てたところで当ててあげる。そして返す。はい、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 はい。これが中級上級になると見たことあると思いますけど、上段受けの蹴りと一緒で、人は縦受け、ちょっと縦受け、これをお互いになります。はい、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 ということで、初級の練習としては、ゆっくりでいいので、ゆっくりでまず右からの後ろで、肘を落とすように手のひらは返す、返すイメージで脇を締める力が入りますから、下に首の高さですね、斜めに切るつもりで、斜めに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 、伸びすぎず、ちょっとじゃありませんから、しっかり、最大限。最短距離、最短距離、短い距離のうちで、という練習を、鏡を見てでもいいですね、最初はね。これは小さい距離もできますので。自分の首に、斜めに、自分の鏡を見て自分の体にバッテン、バッテン、切る、切る、切るというイメージで、斜めに、本当はこうしますね。斜めに、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 という練習で、生きるのが初級の簡単な指導の方法です。先生、あの手刀なんですけど、はい、普通にイメージしてると随分違う感じなんですけど、返すとか腰のタイミングとか、うん、そういったもの、これってやっぱりあれですか、最初に教えていただいた立ち方であったりとか、そういったやっぱり基礎訓練が絶対に必要ということでよろしいですか？基本的に絶対必要です。同じく上半身より上、昔はベルト、ブラックベル、黒帯から上、まあ、人間で言えばおへそより上、上半身の力の攻撃っていうのを支えるのは下半身ですから、全部必要です。で、やはりあのいろいろこの今まで動画随分撮ってますけれど、うん、もしかしたらこう端折って修行を進めている方もいらっしゃると思うんですけれども、
基礎訓練というのは大体どれぐらいの期間、どのようにやればいいものなんですか。例えば今後中級上級いろんな型なり組み手なりって広がっていくときに、基礎だけは基本やっておく、少しでもいいから、それだけで変わりますし、これがもう大丈夫って飛ばすときも、例えば僕たちは現役の時もそうだし、学生の時も困った時に相談を受けた時もそう言うんですけど、困ったり悩んだり壁にぶつかってる時こそ何も考えず基礎練習ばっかりずっとやります。最近僕はコロナのせいで仕事もちょっとなくなって、今鍛錬ばっかりしてるせいか、ちょうど体重も落ちてきて、普通の基礎しかやってませんけど、やっぱりしまってきますので、非常に健康にも良くなってるんじゃないかなと思ってますし、基礎っていう基本っていうのは絶対どのジャンルでも大切だと思います。勉強にしろ、競技にしろ、球技にしろ、何でも、武道ももちろん、まず飛ばして次の技練習やるのも分かりますが、基礎基本すべて核になります。一番大事です。めんどくさくなったり慣れてきたりマンネリ化したり、言葉いいか分からんけど、あっても少しでも必ずやって、基礎基本基本だけは飛ばさずやることによって、中級レベル上級レベルでもその後でも進化の幅が変わりますので、必ず基本は飛ばさずしっかりやってほしいと思います。